こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介するのはこちらの三脚ですね。スリックの新しいスマホ対応に進化した三脚ということで、 GXS6400 ブルーをご紹介いたします。このモデルには GXS になる前の GX6400 ブルーというモデルが存在しまして、これが進化してこちらに変わったということなんですが、もともとこの GX6400 ブルーは GX6400 というスリックの大ヒット三脚のブルー版、青い色、まあこのかっこいいメタリックブルーの色をアピールということで作った三脚でして、ファミリー用の三脚 GX6400、 ファミリー用ということで運動会とか入学式とか卒業式とか、そういったイベントごとで使っていただけるような三脚というのを目指して作った三脚なんですけども、そのブルーの GX6400 ブルー、この三脚を進化させてスマホ対応にしたというものですね。この GX6400 ブルー、お買い求めいただいたお客様から、まあぜひ家族の撮影に使いたいと。ただやっぱりスマホを乗せて使うこともあるから、スマホホルダーも一緒に求めるといったようなご意見もいただいてました。まあスマホホルダーをつければ、この GX6400 でもスマホの取り付けは可能なんですけども、スリックには新しくそのスマホ対応のこの GX シリーズ用のクイックシューというのを新しく出しましたから、こちらですね、GXM シリーズというので一番最初に採用したんですが、ここ最近 GXS シリーズということで、スリックのオリジナルデザインのこの GX の雲台に対しても、このクイックシューをつけてモデルチェンジをしているということなんですね。三脚の形式的にはほぼ同じ、クイックシュー部分の変化というところが大きな違いなんですが、ただ見た目で大きく違ったのがこのロゴの部分ですね。前の GX6400 ブルーはスリック GX6400、 非常にこのスリックの文字を大きく取ってたわけです。ところが新しい GXS6400 は文字自体をどちらかというとあまり主張しないスタイルにしたということで、ここに GXS6400 かなりコンパクトに書いているということと、ここにスマートフォンコンパーチブルトライポッド、スマートフォン対応の三脚ですよということと、スリックコーポレーションをこのサイズで書いてるということで、スリックをあまり主張せずにスリックの三脚というところがポイントですね。とはいえスリックのロゴ、ここの雲台の正面にも入ってますから、十分スリックであることはわかるかと思います。まあこういった具合でね、ロゴのアピールの仕方を変えましたというところも一つの違いです。この GXS6400 ブルーの最大のポイントですね。持ち歩きに便利ということで、重さが 1.25kg、1キロちょっとというところなんですね。やっぱり三脚買ったはいいけど、重いとなかなか持ち歩かないということがあります。なかなか持ち歩かないという三脚になってしまうと、何のために買ったかという感じになってしまいますよね。持ち運びが億劫にならない軽さというのを狙っています。もちろんケースが付属していますから、ケースに入れて肩から下げれば、それほど重く感じずに持ち運んでいただけるんではないかなと思います。そして、畳んだ時の長さ、これが47センチ。これね、50センチを超えると長いなという印象になってくるんですが、47センチ。まあ短く畳めるようにしました。短く畳めるようにするために工夫しているところが2つあります。1つは、この脚ロックの数。1、2の3ありますね。3箇所のロックになっています。3箇所のロックの4段式。1、2、3、4。まあ上から数える方が正しいですね。1、2、3、4段式ということで、短く畳まって長く伸びるというところにポイントがあります。で、さらにね、短く畳まるようにするために、スリックでは、もともとね、このファミリー向け三脚って U シリーズというシリーズ。1990年代半ばから始めたシリーズがあるんですけども、もともとエレベーターのロックがこの上の部分についてました。そうするとロックの部分数センチ、2、3センチ長くなるという問題があったので、今回の GX シリーズ、まあ GXS の前の GX シリーズですね、そこからこのエレベーターの押し方を変えた、横から押すタイプに変えてるんですね。その分短くできてコンパクトにまとまっているということなんです。そういった工夫をすることで非常にコンパクトに持ち運べると
いうことなんですが、これね、四角いパイプのレバー式ということなんですけども、今のこの GX シリーズ、レバーのこのパイプを押さえる箇所、工夫されています。このね、パイプの角部分を押さえて固定するんですね。これね、面の部分を押さえるか、角の部分を押さえるかで、固定力がだいぶ変わってきます。面の部分を押さえるとやっぱりパイプのへこみが気になりますから、それほど強く押さえられない。角の部分は面の部分よりも力が強いといいますか、へこみづらいですから、より強く固定できるということで、可動式スタイルを採用しているわけです。このスタイル、もともとはね、あるメーカーさんが特許を持ってたんですが、今特許を執行してますから、スリックでもこのスタイルを採用するようになったということですね。そして名前を部分を前に出して足を開くということなんですが、開くときにここにステーがあります。このステーは本来は90度、エレベーターパイプに対して90度の角度になるように開くと、これが一番しっかり固定されるということなんですけども、三脚がいっぱい並ぶ場所でこれだけ足を広げると邪魔になってしまうということがあります。邪魔にならないように、あるいはまあ多少安定度は悪くなるんですけどね、邪魔にならないようにちょっと狭く立てたいなっていう時に、このステー部分を狭めても固定ができる。これがスリックのこのファミリー用三脚に共通する特徴ということなんですね。狭く立てることができるというところですね。そしてエレベーターなんですけども、このようにラック&ピニオン式エレベーター、このロックを緩める締めるというのがあるんですけども、緩めてこのようにくるくる回すとエレベーターが上がってきます。エレベーターがですね、実はこれアルミのパイプなんですけども、ラック部分、レール部分はプラスチックを使っています。こうすることによって油を刺さずにでもいつまでも滑らかに作動するということを考えているわけですね。まあ、三脚の説明がいっぱいになってしまいましたけども、一番重要なところですね、スマホ対応に変わったということです。これね、クイックシューがこのようにスマホホルダーが内蔵されています。スマホホルダーを起こしておいて、ここにスマホ、これをワンタッチで固定できるようになったということで、運動会とか卒業式、入学式といったイベントごとでもスマホの撮影を手軽にサポートできますよ。スマホホルダーが別にあるわけじゃないので、スマホホルダーだけなくすということがないですよというのがポイントなんですね。もちろんこのクイックシューはこのキャップ部分を外しますと、カメラネジ、U4 分の1インチカメラネジが出てきます。ビデオカメラも取り付けられますし、こういったレンズ交換式のミラーレスカメラも取り付けができます。取り付けるときは後ろにこのようにつまみがある超ネジのタイプです。つまみがないタイプでコインを出してきて締めるっていうタイプのクイックシューもありますけども、これは使う方に便利ということを考えているわけですね。固定をした後、このつまみを倒してこうしてワンタッチで固定ができるというものですね。で、この GXS6400 ブルーの雲台は上下方向、左右方向、そして横位置、縦位置が3方向バラバラで動く3ウェイ式ということで、じっくり構造を決めることができます。また縦位置にもワンタッチで簡単に固定ができるということで、縦位置撮影、横位置撮影の切り替えも非常に簡単です。まあ、ここまでね、雲台も作り込まれてますから、カメラ撮影、そしてスマホ撮影、ビデオカメラ撮影と普段から便利にお使いいただけるんではないかなというところですね。スマホもカメラも両方使いたいという方、そして人と違っておしゃれな色をした三脚を選びたいという方におすすめの GXS6400 ブルー。このブルーの鮮やかなメタリック色が目印です。ぜひチェックしてみてください。